侍ジャパンデーとして行われた昨日のヤクルトとの交流戦、試合前の始球式にマッチさん登場。見事なピッチングでドームを熱く盛り上げました。松尾さんです。ホークスは1回満塁のチャンスで前日に右手を負傷した近藤。押し出しのフォアボール、幸先よく1点を先制します。リードをもらった先発の大関、伸びのあるストレートと変化球を織り交ぜ打たせて取るピッチング。ヤクルト打線を相手に3回まで得点を与えません。しかしホークス2点リードの4回、ヤクルトの山田哲人にツーランホームランを打たれ同点に追いつかれます。それでもその裏、今宮が右中間へのツーベースヒットで出塁すると、3番栗原、大関に勝ちをつけたかったとセンターへのタイムリーヒット、すぐさま勝ち越しに成功します。その後満塁とチャンスを広げ、交流戦打率3位と好調の柳町、レフト前のタイムリーヒットで追加点を奪うと、さらに佐藤直樹の犠牲フライで1点を追加、リードを3点に広げます。続く5回はここまで2本のヒットを放っている周東、この日3本目のヒットで出塁すると、2番今宮、2打席連続となるツーベースヒットはタイムリーヒット、ヤクルトをさらに引き離します。その後1点を返されるも、9回のマウンドには守護神オスナ、2アウトながら2塁3塁のピンチ、一発が出れば同点の場面で対するは4番村上。ここを切り抜けたホークス、4カード連続の勝ち越しです。今日はどんな意識でマウンドに上がったんでしょう。そうですね、昨日からすごい相手の打線も当たり出してたので、まあ、そこはなんとかしようと思って投げました。先発としてはもう少し長いイニング投げたいという気持ちもありますけど、最低限ゲームは作れたのは良かったかなと思います。まあ、すごくチームも勝ち続けてますし、この流れを続けていけるように自分もその一員としてしっかり投げていきたいなと思います。周東選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。初回なかなか塁出れない日々が続いてたので、今日は何としても塁出たかったので良かったと思います。両リーグトップ19個目の盗塁も決めました。チャンスがあれば行こうと思っているので、本当にチャンスを広げれて良かったと思います。本当にいい位置につけているので、最後3連勝できるように、勝ち切れるように頑張りたいと思います。